通勤中に防衛を、形を変えて送ります。リチウムイオン電池搭載潜水艦、双流型潜水艦最終。双流型潜水艦12番艦の進水式が令和元年11月6日に神戸造船所にて開催されました。今回の双流型潜水艦12番艦の名前は東流潜水艦となり、またまた強そうな名前となりました。王流潜水艦の時もそうですが、王流の言葉になかなか慣れない初期の頃ですが、東流も今は言い慣れないですが、徐々に慣れてきますね。王流と東流潜水艦はどちらもリチウムイオン電池搭載艦として建造されています。ディーゼルエンジンリチウムイオン電池とのハイブリッド。潜水艦はモーターでスクリューを回転させます。つまり電気が必要なんですね。その電気を大量かつ高出力のリチウムイオン電池に AIP 機関の変更で世界でもトップクラスの静粛性を誇っています。実戦投入にはもうすぐ11番艦の王流潜水艦が先に任務に出ていきますが、静かなる忍者となるでしょう。東流と書き、兵庫県の加古川の名称東流に由来し、荒々しく戦う竜と書かれていました。参照しています。東流潜水艦の紹介。排水量2950トン、全長84メートル、幅 9.1メートル、深さ 1.3メートル、 10.3メートル。乗務員の数も少なくなりつつありますが、まだまだ減らせると考えています。今後海上自衛隊でも人手不足となるでしょうか。今のうちから対策をしていく必要があります。建造費は690億円となっている。やはり高額な建造費となります。資材の高騰が痛手になります。前回よりもかかっています。同じリチウムイオン電池でも1年違えば性能もまた違います。今回の東流潜水艦でも潜航時間は伸びていますし、これにより行動範囲も伸びていくでしょう。潜航したまま南シナ海までは楽に行ける容量になっています。公式発表はされていませんが、秘密のベールに包まれている海上自衛隊の潜水艦。いろんな限界値を探りながら自分で予想を立て、これならいけると記事を書いています。最高参考文献も参考にしながらやっています。東流潜水艦でリチウムイオン電池の大幅性能向上とともに静粛性を獲得したという東流です。乗務員の数も65名になっている状況。もう少し減らせるなら減らしていった方がいいでしょう。潜航深度にはいろいろな見解がありますが、自分は800メートルかなと考えています。無理していくなら
1000メートルも可能でしょう。もっと言うと、そうでない話とも海底に潜むことが任務でしょうから、いろんな角度から見るのが当然。実際に名実ともにトップへと上り詰めることが、通常動力型潜水艦ではトップと言っていいでしょう。ですが周辺国では潜水艦に垂直発射装置などを装備し始めています。もし日本のすぐ近海近くでミサイルを発射されるとしたら、日本は防衛するためにイージス艦から迎撃ミサイルで迎え撃つでしょうが、撃たれる前に撃つという概念がないです。もしくは撃っても防衛したってことになるのは、ただ潜水艦で潜水艦を撃つことも考える方がいいでしょうし、他の護衛艦や戦闘機、哨戒機などから防衛のために撃つのも、先に撃つことも必要になります。周辺国にはやはり横流潜水艦と東流潜水艦の登場でざわめくことは確実でしょうし、発表があって慌てて作っている、それは仕方のないことで、いいものは作れないでしょう。技術大国日本だからできていると考えます。双流型潜水艦はこれで予定通り完成と向かっている状況。消えていくスターリングエンジンも10番艦まで搭載されている。スターリングエンジンもその時はいいものでした。進化のスピードという点ではリチウムイオン電池には遠く及ばなかったということですね。機械性能はすぐにはアップできませんし、アップデートもできない、そんな状況です。時代とともにかなり変わってきているのは見て取れる。オーストラリアも日本を採用していると考えますが、採用しなくてよかった、情報がダダ漏れになる可能性が多いです。この度の進水式は良かった。次世代潜水艦の話も少しではあるが出てきている状況で、戦略的な情報戦もある。また大きく周辺国へのアピールもできている。防衛力強化から最新鋭の潜水艦の存在は心強いものだ。静粛性においてはやはり原子力潜水艦よりもこの双流型潜水艦の方が優れているし、またその静粛性を利用した作戦も潜水艦も今は無人の時代へと向かっています。日本も潜水艦から無人潜水艦を向かわせ、敵艦には無人潜水艦で対応など、いろんなことを考える必要があります。もうすでに無人潜水艦は開発されていますし、どこから潜航しながら自爆するともわからない状況です。自爆装置を取り付けて核を積んでいたらと考えるとゾッとします。いろんな防衛線を張っておくことが大事です。任務はいつどんな時に変化するかわからない。ドローンで攻撃できる時代です。わずか数百万円のドローンが何十億円の戦闘機がやられるかも。防衛力をどう取るか、今後世界は変わってくるのかもしれません。ご苦労様です。